皆さんこんにちは、リキューです。今回の動画はゲーミングモニターについて、先日動画でもご紹介しました LG の新しい UPL パネル、中型でゲーミング向け、それが年内に発表されるとご紹介していたと思うんですが、なんとそれっぽい製品がもう発表されましたので、そちらをまとめてご紹介したいと思います。ご視聴の前にこちらの注意事項をご確認ください。今回の動画は LG からの公式の発表です。ご覧のようにプレスリリースが掲載されています。この新しい UPL のゲーミングモニター IFA というイベントで展示されることが発表されています。それに合わせての今回のプレスリリースです。それでは今回発表された製品、スペックをご紹介いたします。LG の 45GR959E という製品。LG はすでに48インチのゲーミングモニター発売しています。こちらはおそらくテレビ向けのパネルの流用だと思われますが、今回発表された製品はゲーム向けに開発されたパネルかもしれません。以前も動画でご紹介しました、ゲーム向けにこういうものを開発していると、それに近いスペックとなっています。パネルはウルトラワイドの45インチ。解像度は 3440×1440 です。応答速度はグレーとグレーで 0.1ms と非常に速いです。リフレッシュレートもこれまでの LG の UPL を大きく超える 240Hz HDR10 に対応。色域は UPL としてはそこまで高くありません。98.5%。輝度はまだ開示されていません。コントラスト比は100万対1です。ポートについては HDMI 2.1 が2ポート、ディスプレイポートが1ポートです。それ以外のスペックについてはまだ発表されていません。出荷の時期や価格もわかりません。というのが LG の製品なんですが、実はですね、同じタイミングでもう1社から製品が発表されています。それがこちらのコルセア 45WQHD240 という製品。こちらのスペックは LG の製品と少しだけ違います。まず一番大きな違いは LG の製品は 800R のカーブドの製品だったんですが、こちらの製品も 800R なんですが、この曲率が可変になってます。フラットから 800R まで曲率を使用者の方が変えられる製品です。こういった製品はテレビでは中国メーカーからすでに発売されていたんですが、ゲーミングモニターとしてはおそらく初ではないかなと思います。スペックについては少しだけ違うところがありまして、まず応答速度は 0.03ms と報道されています。これはグレートゥグレーかどうかはわかりませんが、非常に速いということだと思います。色域は LG の製品より少し高くて 99%。そしてこちらの製品は輝度がメディアによって報道されています。標準で150、ピークで1000に達すると。ピーク1000というのは、サムスンの QD OLED のゲーミングモニターと同じ領域です。コントラスト比も LG より少し高くて135万対1。ポートの構成は同じですが、G-Sync と FreeSync に対応していることも発表されています。出荷の時期、価格は LG と同じく、まだ発表されていません。この製品、右上の画像を見ていただくとわかると思いますが、モニター部分が曲率変えられるということで、おそらくメインの基板が格納できないだと思います。スタンドの部分、非常に太くなっていると思いますが、おそらくこの部分にポートとか基板が格納されているのだと思います。今回発表された45インチの WQHD というサイズと解像度なんですが、45インチの21対9です。横が21、縦が9。ということは、このサイドの部分をカットすると、横16の部分だけ残すと 36.2 インチに相当します。つまり45インチの WQHD というのは36インチの QHD 相当のピクセルの密度ということになります。というわけで、今回の製品のサブピクセルのピッチを計算してみると、これは以前動画でご紹介した各メーカー、OLED 製品のピッチのチャートです。で、今回 QHD 製品ということで、前回このチャートをご紹介したんですが、サムスンの34インチ WQHD、これ今34インチ部分にプロットしていますけれども、ウルトラワイドを16対9に直してあげると、28インチ相当になりますので、この部分に移動させます。そして今回の LG の製品、45インチ WQHD ということは、36インチ QHD 相当ですので、ここにプロットされます。ピッチとしてはサムスンと同じぐらいです。既存のテレビ製品よりもピッチは大きめになってます。
OLED のゲーミングモニターということで、サムスンの QD OLED の製品と比較してみたいと思います。今回はこちらの2製品、コルセアとエイリアンウェア、それぞれパネルメーカーではない会社の製品です。まずパネルは45インチの LG パネルと34インチのサムスンパネル使っています。QD OLED と WRGB の OLED パネルです。まず曲率、エイリアンウェアは 1800R、コルセアの製品はフラットから 800R の可変です。というわけでこっちの方が一応スペックとしては上になるのかなと思います。続いて応答速度です。コルセアの製品は 0.03ms と報道されています。この数値はグレートゥーグレーなのかどうなのかわからないんですが、LG の製品は 0.1ms のグレートゥーグレーということで、エイリアンウェアの製品と同じです。つまり少なくとも引き分けではあって、可能性としてはコルセアの方が上回るかもしれませんので、こちらの方一応勝ちとしています。リフレッシュレートについては 240Hz と 175Hz ということで、こちらも LG パネルで、続いて輝度ですが、標準で QD OLED は250に達していますので、QD OLED 側の勝利と。コントラスト比は100万対1と135万対1。LG の製品は100万対1と発表されていましたので、引き分けかもしくは勝ちということで、こちら側。で、最後は価格なんですが、QD OLED パネルの製品はすでに発売されています。エイリアンウェアの製品は日本でも買えまして、159,800円です。LG とコルセアの製品はこれから発表されると思いますが、おそらく159,800円よりは高いんじゃないのかなと思います。まあこんな感じで比較をしてみると、後出しということもありますが、LG パネル使った製品の方が全体的なスペックは上になってます。最後にまとめとコメントです。まず今回発表されたパネル及び製品ですが、解像度は QHD ということで、ピッチサイズはそれほど縮小していません。むしろテレビ製品よりも大きくなっていますから、うどまりとしてはそんなに下がる心配はないんじゃないのかなと思います。つまりコスト的にも有利なのかなと思います。今回は45インチの21対9でした。これは16対9にしますと36インチ相当となります。もう少しピッチを縮小すれば32インチQHD 240Hz というかなりハイスペックな OLED モニターも製造可能だと思いますので、そういったウルトラワイドではない製品が出てくる可能性もあるかなって思います。今回発表された製品は100万対1を超える高いコントラスト比、そして 240Hz というリフレッシュレート、応答速度も 0.1ms、 非常にスペック高いです。ですのでスペックにこだわるゲーマー、例えば FPS とかをプレイしている方、そういう層に一気に広まる可能性もあるんじゃないのかなと思いました。今回2つの製品ご紹介しましたが、コルセアの製品はピクセルの焼き付きについて3年間の保証がついています。ですがこれは、逆に考えれば3年を超えてしまうと保証がないということですので、メーカーとしては3年以内での買い替えを想定しているのかなって思いました。そして輝度については LG の方はまだ発表されていないんですが、コルセアの方はメディアの報道ですが出ていました。100% のウィンドウで標準で150、そんなに高くないですね。で、3% でピークで1000ということなので、この数値は QD OLED のピークと同じぐらいです。それに合わせてきたのかもしれないんですけれども、ピークの輝度は非常に高いです。最後、コルセアの製品は曲率が変えられるようになってます。こういう製品まだ市場に多くありませんので、どのくらい耐久性があるのかは、ちょっと疑問だなって思いました。頻繁に変えることがダメージにつながるのか、例えばフラットなまま1年2年放置して急に曲げた時、そういう時にどうなるのかも不安が残るなと思いました。というわけで今回は噂のパネルかもしれない LG の新しい有機 EL パネルを使ったゲーミングモニター製品2つ発表されましたので、そちらをまとめてご紹介いたしました。今回はこの辺で失礼いたします。ありがとうございました。